Audio Volksentwicklungskanaal van Dan Riccavier Vierts.屋根に登るしかない。ほら、屋根の上だよ。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。そんなものもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。こっちだよ。太刀を買ったやつはこの先に住んでる。いるか。まずいね。どこかにあるはず。我が名は酒井仁。地頭である志村殿のおい。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよ。よし、陣、撃ってこい。よし、陣、撃ってこい。よし、さように戦えればあざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではそのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ、鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者を敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。へっはっ攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よく防いだな。まだ攻めるな。良い構えだ。撃てと申したか。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。焦ってはならん。守りの構えは見飽きたぞ。恐れるでない。打たれる刹那を狙え。打たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか。かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。よい切り返しだ。ついた後の隙を見逃すな。どうだ。いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方がいい。当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること、己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not heard samurai. 見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっきれば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。黄金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む。高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？堂々似合ってる。名をつけねばな。空、天をもかけよ。地頭は城の中だね。Macht es gut und see you next time.